ソフトバンクに結構ぶつけられて、で僕は王会長だし生き返すことももちろん言えないじゃないですか。確かにね。バッティング攻撃的に塩崎とか小野さんに行ってくださいよみたいな。それ言えないよね、はい、で乱闘になったんですよ。だからなべちゃんが監督に行って、王会長がものすごく丁寧に監督ごめんなさいと、うちもね試合で練習させなきゃいけないんだ、練習せなら肉でやってくださいよって言った時に終わった俺人生もう何言ったなべちゃん、もう何言ったって、もう終わった終わった俺も見えないでしょ世界の方にそう言った、あさすがだな、いやはっきり言ってね、はっきり言ってとか言って、あもう本気だと思って、もうダメだ俺隠れよう隠れようみたいな、あれからでもなんか本当に王会長に言う間ぐらい守ってくれてんだって、うん、あれからまとまったんですよね。なべちゃんはそういうとこあるよね。なんですね。